はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルビジです。では今回は月面都市グラナダ攻略始めていきたいと思います。新ゲレンの野望ですね。もちろんユニコーンを先に先行させて入れてますので、このままユニコーンを使ってね、グラナダ中心地を目指していきます。もうここまで来るとですね、本当にかつて手こずったハワイ、そしてオデッサ、キリマンジャロに比べるとだいぶぬるゲーになってきてますが、地球の方があんまり良くなくてですね、トリトン騎士に続いてマドラスも陥落して、ハワイ、トリトン、マドラスと3つの基地を新しく失っている状態です。これ全然良くない状態なので、なんとかね改善をしたいんですけども、もうその余力も言っても連邦にもないので、早めにジオン本国を狙うというね、電光石火の作戦を考えていこうと思っています。でそのために必要になってくるのがですね、補給地点の確保なんですけども、やっぱりジオンが勢力を盛り返しているのもあってですね、補給戦が危ういというのがあるので、補給戦を守りながらの戦いをねしていこうと思っています。そのためにマゼランを、3隻ほど新しく養成しましたので、補給戦のね防衛地点にはマゼランをこの後配備していこうかなと思っています。じゃあユニコーンは先に進めましょうか。どこまで進めるかというのはあるんですけど、まあ、とりあえずぐいぐい進んじゃいましょう。でフラウボのバーミンガムで拠点を守っておきます。でこの後後続でブライト、あとはミライさん含めて動員できますので、そのタイミングまではねちょっとユニコーンで削れるだけ削るということをやっていこうかなと思います。フラボのバーミンガムが少しずつ削られてるな。まあ憂いは立っておこうということで撃破しておきましょう。とりあえず補給点を確保したら、そこでエネルギーを回復させて次に進んでいきましょうかね。ウラウボーも回復したよね。ウラウボーを回復したのでユニコーンをここを制圧させて、ここで回復させましょう。で偵察衛星邪魔くさいので破壊しちゃいます。グラナダを抜けばあとはジオン本国サイド3だけになりますからね。そこを目指して突き進みます。で連邦の艦隊も迫ってきてるので、そこをうまく使いながらね効率よくグラナダ攻略をしていきたいと思います。さあでは次のターンになりますね。まずはユニコーンが回復しきってないですが、削りたいので前に出ましょう。ユニコーンのエネルギーには気をつけながらの戦いですかね。なので本来だったらねユニコーンの体力を常に満パンにしながら進んであげたいところなんですけど、どうしてもエネルギーの消耗が激しいので、拠点に居座りながら迎撃するというのがね理想なんですけどね。よしジオン組もうとした。次のターンユニコーン一旦下げるか前に進めるかはちょっと思案かな。一旦下げて回復しておいた方が良さそうですね。そうだね、一旦下げて回復しますか。でバーミンガムで制圧しちゃいます。で攻撃、これで破壊できるでしょう。ではこちらも自分指揮官機から発艦していきます。総攻撃に備えてですね。で重装甲のガンダム部隊も出しましょう。こちらも自分指揮官機から発艦、さらにエース部隊、バナージ含めたガンダム部隊ですね、これも出します。でサイサリスも、まあ、アトミックバズーカー撃つ予定はないですが、一応ねこの先に備えて展開だけ先にしておきます。
仮にアトミックバズーカを撃つ場合でもね、先に攻撃を行うためには発艦しておかないといけないので、ここは発艦しておいていいと思います。衛星すら落とせないのか、フラゴーはバーミンガムで。ユニコーンをもう一旦回復させるか先に進めるかだな。どうしよう、ユニコーンほぼ回復してるね。これだったら先に進めちゃいましょう。で、攻撃は衛星に使うのはもったいないので、ここは待機。フラウボーは前に出しましょう。ジム指揮官機でこの衛星を破壊する。で、アレックスの海部隊は前に出て、これも衛星攻撃だな。プロトタイプガンダムバナージも前に出ますが、ここは待機。サイサリスも前に出ましょう。グレイファントク、ここは衛星を破壊。ブライトも前に出して大丈夫だよね、これだけ距離があれば。なんとかこのターンでね、もうここを制圧しきってしまいたいですけど。残された敵の数決して多くはないですからね。ブライト狙いか。ブライトが落とされたらもちろんゲームオーバーですからね、今回は。では中枢に迫りましょう。うまくすればこのターンで敵の大部分を破壊することもできると思うので、どうしようかな。先にこのゲルフを破壊するか、ドレンを殺しておくか。ドレンにしましょう。アレックス、フラーマーガンダム、ジョブジョン、ここは一度戻す。で、バナージの部隊で、確実にゲルググ J を破壊しておこう。格闘でもいいので、ここは。ああ、そうそう。あの、2号機には、ハヤトを乗せました。ホワイトベースがやられると怖いからな。ホワイトベースは一旦下げて、回復に専念しましょう。散布もしておく。ウラウボーで当然もします。こうやっておけばこの憲法は動けなくなりますからね。これで終わりだ。ジム指揮官機ががっつりやられるな。まあ、ただこれで次のターンで破壊完了、制圧完了というところですかね。ではこのグラナダ制圧の A をハヤトに譲りましょう。さあ、敵残存兵力といっても、もう残ってるのはこのゲルググ J ぐらいなので、このゲルググを排除してこのグラナダ攻略戦完了です。グラナダ攻略完了です。ではサイド3ズムシティ攻略戦、次回プレイをしていきたいと思います。今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。